い、今回紹介するのは、メーカー名ちょっと当ててかわからないんですけども、タラニアさんから出ています、Bluetooth ヘッドホンですね。型番が LHB15 というモデルになります。ものとしてはこちらですね。セット内としては外箱、本体、マニュアルと 3.5 ミリのラインケーブルと、充電用の USB ですね。マイクロ USB から USB Type A に変換するものが付属しています。はい。ざっとセット内の紹介なんですけれども、まずはマニュアルですね。日本語の方に対応していって、ちょっとところどころ怪しいところはありますけれども、まず問題ないマニュアルになっているかなと思います。まあ、ヘッドホン自体も操作的に難しいところはないので、特に、まあ、見なくてもいいですし、見てもさほど迷うことはないかなと思います。図解でね、結構きちんと分かってるあるので、いいかなと思いますね。はい。付属品の方で、3.5 ミリのラインケーブルですね。こちら、だいたい95センチ長さがなっています。通常の 3.5 ミリなので他でも代用可能ですし、まあこれを使ってもいいかなというところですね。はい。続いて充電用のケーブルですね。先ほども言いましたけども、マイクロ USB から USB Type A に変換するもの。充電するときに使用するので Type A から先ですね、モバイルバッテリーやコンセント変換、もしくは PC ですね、などは別途準備する必要があります。はい。最後、セット内容の最後ですね、ヘッドホン本体です。はい。こちら、重さはだいたい 230g 強といったところですね、になっています。一応サイズ調整ですね、することが可能になっていまして、だいたい片方がですね、2.5 センチから3センチぐらいですかね、ぐらい稼働することが可能となっています。はい。折りたたみになっていますけれども、前後の動きというのは特になしですね。このヘッドホン自体のユニットで、ね。で、LR きちんとあって、R、に側に、インターフェースがすべて集中しています。右側ですね。電源と再生、受話、プラスマイナスになっているのと、下側にマイクと LED と、ラインインと充電ですね、になっています。ものとしてはざっくりとしてはこのような感じで紹介しました。最後ですね、実際音楽流してみて、それで終わろうかなと思います。今回はですね、一応 Bluetooth、有線でもいけるんですけども、Bluetooth の接続の方をしていきたいと思います。接続に使用するのは、前からですけど iPhone 6 Plus、こちらをで接続していきたいと思います。はい、まずは電源オンですね。はい、赤と青の高速点滅ですね、なっているかと思います。ちょっと見えにくいかもしれないですけども、そうなってくると、iPhone の方に LHB15、商品の型番ですね、出てくるので、こちらと接続していきます。はい、問題なく接続できたかなと思います。一応ね、受話があったとマイクがあるので分かるかと思いますけども、ハンズフリー通話も対応しているので、まあ、便利かなというところですね。はい。ではね、いつもの曲を聴いていただいて、はい、ボリュームの方ですね。こちら、マックス状態で、iPhone 側はだいたい8割程度ですね。に設定されています。はい。ではね、鳴らしていきたいと思います。ボリュームとしては、まあ、極端に音漏れするほどのボリュームがないですけれども、まあ、実使用としては十分かなといったところです。
はい、以上です。今回紹介しましたのは、タラニアさんですかね、とから出ています、Bluetooth ヘッドホンですね、有線にも対応しています。型番が LHB15 というモデルになります。紹介しました。はい、以上です。